こんにちは、高校野球 .com の栗崎です。前回ピッチング練習の様子を見せていただいた前橋商業のドラフト候補井上温人投手、非常にキレのあるストレートを披露してくれましたが、今回はそんな井上投手に実際にお話を伺っていき、これまでの歩みや理想とする投手像、そしてドラフトを控えた現在の心境などを伺いました。それでは早速ご覧ください。ピッチングお疲れ様でした。今日のピッチング自分では調子ってどうでしたか？ストレートの球速的には今まで出てたんですけど、ストレートシュート回転していて、そこが悪かったと思います。だから聞いたのが引退してからさらにマックス更新したって聞いたんですけど、それマックス更新したのっていつぐらいだったんですか？マックス更新したのは引退してからの後輩たちのシート打撃に投げてマックス更新しました。更新したってのはやっぱ調子が良かった？夏の大会で多分疲れもあったんですけど、その疲れが多分取れて、いい球が肩も軽くなって投げれたと思います。2年生の秋とか、秋の大会で2回戦で負けて、はい、そこから結構きつかったんじゃないかなと思いますけど、2年の秋から3年の春にかけて、ここのトレーニングってのはやっぱどうでした？やっぱ辛かったんですけど、そのメニューにその意味があって、そういう意味を理解しながら、意識する部分を意識しながらやった結果、良くなったと思います。もともと入学した時、球速って何キロぐらいだったんですか？123キロくらいでした。で今が146。はい。球速が伸びた要因みたいなところって自分ではどういうところだと思ってますか？体重が増えたのと同時に球速も上がっていったのもあるんですけど、普段のキャッチボールとか球の回転意識したりとかした結果で速くなったと思います。投球フォームの部分でいうと、この3年間で変えた部分っていうのはありますか？いや、特には変えてない。あ、そうなんですね。さっきもいろんな人から話聞いたんですけど、入った頃からみんな投球フォームが本当に綺麗っていうのを言ってたんですけど、そういうのはやっぱ結構昔から言われてました？小さい頃からフォームは綺麗とは言われてました。やっぱそうなんですね。中でこう球速がどんどん伸びていったっていうのは、はい、やっぱりこうトレーニングとかそういった部分になってくるんですか？はい、そうですね。どんなメニューとか結構やったんですか？ウェイトで言ったら、そう、スクワットで深くまで下げるとか、お尻の筋肉を意識してやるとか、サーキットトレーニングとか瞬発系を意識しながらやったりとかです。じゃあやっぱりこう与えられたメニューをただやるだけじゃなくて、やっぱしっかり意識しながらやっていくっていう。はい、そうです。なるほど。こうドラフトが目前に控えてますけれども、はい、改めて将来的にどの道に進むにしろ、自分はどんなピッチャーを目指していきたいなとかいう目標とかありますか？今ソフトバンクの監督の工藤公康投手のような勝てるピッチャーになれたらいいなと。200勝投手ですね。はい。ちなみにどういったところが目指していこうと思った部分になったんですか？工藤監督。やっぱ自分としなやかっていうか、そういう部分では似てて、自分に似てると言ったら工藤投手かなと思いました。タイプが似てたってことですね。はい。今ドラフト目前に控えてますけど、はい、やっぱ気持ち的にはやっぱ緊張したりとか、そういう部分って出てきますか？今は緊張とかはないんですけど、多分もっと近くなってくれば緊張してくると思います。これ最後の質問になるんですけど、はい、もしプロに進むことができた場合、どんな意気込みを持ってプロの世界に進みたいなと思ってますか？
やっぱすごい選手ばっかりいるんですけど、そういう選手たちのいいとこをどんどん盗んで全部自分のものにしていって、最終的にはやっぱ工藤投手のような当てる投手になりたいなと思います。わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございましたありがとうございました、はい、ありがとうございました。井上投手、今回はありがとうございました。次のステージの活躍も期待しています。井上投手のインタビューは後日高校野球 .com にて掲載いたします。皆様ぜひご覧ください。